はいどうも、セクシャリストのマクドレス。はい、今日はですね、まあ、絶頂について、まあ、語っていきたいと思うんですけど、まあ、僕はね、その YouTube を始めた一つの目的に、まだ絶頂に達したことがないしっていう人をね、結構いるんですよ、世の中に。で、まあ、いろいろそういう相談も聞きますし、でもね、まあ、一つの目的として、まあ、絶頂に達したことない人に達してほしいっていうのがあるんですね、僕の中で。だから、その絶頂に達しようと思っても、その、絶頂自体が何なのか分かってないっていう人結構多いんですよ。で、その絶頂っていうのが何かっていうのを今日は語っていこうと思います。で、まあ、その先ほど話したように、その、セックスね、絶頂に達することができない人っていうのが、まあ、23カ国で、まあ、取った、ね、アンケートの結果なんで、まあ、ちょっと少ないのかもしれないんですけど、まあ、日本人はかなり低いんですね、この絶頂で。まあ、毎回、セックスで絶頂に達することができる人っていうのを、まあ、アンケートで取ったんですけど、まあ、これがですね、日本人の場合は、10% しか、毎回のエッジで、達することができた人って 10% しかいないんですね。で、海外は、まあ、大体平均すると 30% ぐらいになるんですけど、ただね、ここで面白いのが、なんとその、まあ、23カ国なんでね、まあ、他の国もあるかもしれないんですけど、この中1位がなんとメキシコだったんですね。それで、僕ね、実はまあ、まあ、プロレスしてるので、まあまあ、メキシコに行ってたことがあるんですよ。で、まあ、そのメキシコ行ってた時に、まあ、パートナーがいたんですよね。で、まあ、そのメキシコ人のパートナーがいたんですけど、その人とね、まあ、初めて夜を過ごすということになった時に、まあ、初めね、まあ、その家に行って、一緒にお酒飲んでたんですよ。ね、そのパートナーの家でお酒飲んでたら、まあ、やっぱだんだんいい雰囲気になってくるじゃないですか。そしたら、なんとね、もうすっごいエロティックな曲を急に流し始めたんですよ、ピッて。で、なんか、エロティックな曲流れてきたなと思ったら、踊りましょうって言われて、で、まあ、踊りましょうって手差し出されて、で、まあ、ちょっと一緒に踊ったんですけど、やっぱそういう、日本人って、なんかそういう踊りましょうとか急に言われたら、ちょっと引いちゃうじゃないですか。え、何この人みたいな。でも、まあ、僕もね、その時はね、ちょっとまだ、青かったので、まあ、ちょっと踊りましょうで、まあまあ、ちゃんと踊りましたよ。踊って、声にも言ったんですけど、なんだろうみたいな感じになってたんですけど、これ実はね、すごい重要なことで、このまあ、スポーツでいうところの絶頂っていうのはゾーンなんですよね。まあそのまあ、スポーツとか筋トレとかされてる方は分かると思うんですけど、もう集中力がすごい上がって、なんて言うんですかね、もう、まあ、例えばラグビーで言うと、まあ、ラグビーで言うとね、ボールと自分しかいない、もう観客の声が全然入ってこないみたいな。で、まあ、プレイヤーもいっぱいいるのに、もう自分しかいないんじゃないかとかっていう感覚に達する時があるんですね。で、まあ、それにかなり近いんですけど、まあ、その絶頂自体がですね、まあ、ゾーンにかなり近いんですけど、まあ、そういう、そのゾーンに入るために、その、まあ、ラグビーで有名な五郎丸さんね、五郎丸さんは、こういうのやりますよね。世間ではこれルーチーンって言うんですけど、そのルーチーンっていうのが、ゾーンに入るきっかけにするものっていうので、ルーチーンってやってるんですけど、まあ、こっちの業界では、そのルーチーンのことを、まあ、トリガーっていうんですね。拳銃とかそう、引いたら、引き金ですね。まあ、引き金のことですよね、トリガー。引き金引いたら、こう、ドーンとこう、そこに入っちゃうみたいな。絶頂に達しちゃうみたいな。それが、そのメキシコ人の、そのパートナーの、これ、ダンスだったんですね、トリガーが。で、そのトリガーを引くことで、より、絶頂に入りやすくなるっていう。まあ、そういうのを持ってるんですね。まあまあ、それちょっと、本筋からちょっと離れてしまうので、今回のね、絶頂についての話なんで、絶頂って何なのかっていう話なんで、まあちょっとその話は置いといて、まあまあまた別の動画で話そうと思うんですけど、なのでね、そういうトリガーを持ってるっていうことなんですよ、その、メキシコの方はっていう。なのでこの 50% っていうメキシコの方は毎回絶頂に達する方が多いっていう、50% っていう数字が出てるんだと思うんですね。で、まあその、ゾーンとか、っていう話したんですけど、まあ実は絶頂っていうのは、その、セックスだけではないんですね。まあ、例えば、筋トレ、さっきも話した筋トレとか、また、筋トレしてる時にね、すごい気持ちよ、まあ、ボディビルダーとかが、あ、もうめっちゃ気持ちいいって言いながら、こう、ね、筋トレしてたりとかするのを見るじゃないですか。まあ、ああいったこととか、まあ、例えば事故で死にかけて、もう死に近づく時、わー、気持ちよくなっちゃった、みたいな話も聞きますし、まあ、あと瞑想ですね。瞑想もずっと体を動かさずに、こう、ずっと自分の、ね、呼吸だけを見るとか、まあ、そういうことでも絶頂に達しちゃいますし、まあ、あと僕の経験では、例えば三角締めですね。三角締めでね、よく、まあ、大学生の時にね、柔道を教えてもらってたんですけど、まあ、柔道の授業があってね。で、まあ、柔道を教えてもらったんですけど、
もう三角締めかけられると、落ちちゃうんですけど、まあ、その先生が、まあ、やっぱりオリンピックも行ったような人なんで、もう三角締めがうますぎて、普通の下手な人が三角締めやると、なんて言ったらいいですかね、まあ、気管がこう息ができなくて苦しくなって、さらに落ちるみたいな感じで、こう、苦しいって落ちちゃうんですけど、もう完全に気管は潰さずに、もうその血管を完全にシャットアウト、血管だけシャットアウトして、で、脳に血が行かずに落ちちゃうみたいな感じのね、落ち方をするんですけど、まあ、だとそれだと全然苦しくないんですよ。苦しくなくて、あ、ブラブラ、落ちちゃったって落ちたら、まあ、起こされるじゃないですか。起きろ起きろって。で、まあ、落ちるときもなんか、ふわって気持ちよくなってくるんですけど、落ちた後に起こされたときに、まあ、僕結構目覚め悪い方なんですけど、まあ、普通朝とかって、こう、起きようと思ったら、ああ、もうだるいわーって感じじゃないですか。でもその、落とされた後に、こう、起こされたときの感じっていうのが、もう、本当にね、今まで経験したことないぐらい、ああ、めっちゃ目覚めのいい朝みたいな感じなんですよ。でも、まあ、すっきり気持ちいいみたいな感じで起きるんですけど、まあ、このね、今挙げてったものっていうのは何かっていうと、死にかけてるってことなんですよ、結局。で、死に近づくことっていうのは実は、快感なんですね。なので、なぜかっていうと、まあ、例えば筋トレとかするじゃないですか。で、まあまあ自分が、あ、もうこれ死にそうなぐらい負荷を受けてるってなったら、人間ってこう、死の痛みとかに耐えるために脳内麻薬がバーって出るんですよ。で、それが絶頂につながってるみたいな感じで、はい。なので、まあ、死に近づくこととか、冒険心っていうのが結構絶頂を得るためには大事なんですよね。で、まあ、まあ、筋トレとかそういうのでもいけるって言ったんですけど、まあ、生き方にもいろいろありますよね。まあ、そのセックスにで、例えば、ならば、なんかその、まあ、栗で行くとか、まあ、中で行くとか、まあ、普通にペニスで射精するとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、例えばね、その SM とかって気持ち悪いなとかって思う人もいるかもしれないですけど、これ結構科学的根拠があって、スパンキングでもね、実は、その、スパンキングでお尻を叩かれたりとか、まあ、ビンタとかね、そういうのでもいけるっていうのがね、分かってるんですよ。で、今話したね、トリガーってあるじゃないですか。その、ケツを叩かれること自体は、その、トリガーなんですよ。まずケツを叩かれたっていうことで、脳がスイッチが入るんですよ。あ、これ今から SM なんだっていう。で、非現実のスイッチが入って、で、皆さんね、じゃあその後の快感はどこにあるのって思われるかもしれないですけど、その快感っていうのは、まあ、例えばね、怪我されたりとかすることあるじゃん。例えば、すり傷ができたときに、そのすり傷のかさぶたをちょっと触ると、すっごい敏感になってるときありますよね。あれなんですよ。お尻のスパンキングめちゃめちゃされた後に、その後その、腫れたお尻、赤くなったお尻をちょっと撫でてあげる。すると、すごい快感が来るんですね。なのでね、結構科学的な根拠があって、まあ、そのスパンキング自体に、その、私の言ったトリガーとゾーンが、もう、その内在されてるんですよね。で、2つのことを行ってると。だから、よく SM とかで見るのは、その乳首をめちゃめちゃつままれると。で、そんなの絶対痛いだけじゃんと思うじゃないですか。確かにそれは、最初トリガーなんですね。何これ何これってなってるところを、ちょっと撫でてみてください。すると、すごい快感が襲ってくるので、なのでね、まあ、もっと面白い、生き方で言えば、例えば、金玉蹴る人とかいますね。金蹴りとかってあるんですけど、もう、あれなんかもう死に直結してるんですよね。金玉蹴られるっていうことは。その子孫が繁栄する部分がもうなくなっちゃうわけですから。で、その金蹴りされながら、その射精しちゃう人って結構、ね、実はいるんですよ。射精しちゃう人っていうのが。これも、死に近づいてるってことなんですね。絶頂が。やっぱり死に近づくってことが絶頂だっていうことを、まあ、象徴してるような、ものだと思うんですよ。で、まあ、結局その絶頂って何なのかっていうと、自分が死にそうだっていう錯覚なんですね。で、その変性意識の中で、そのゾーンに入るというか、まあその変性意識、もう自分が死にそうだってこう脳みそが錯覚してる状態で入り込んじゃう。その世界に入り込んじゃうってことが絶頂なんですよ。なのでね、まあまあ、この絶頂っていうのは何かっていうのを分かっていれば、そのこれからね、どうすれば絶頂に達するかとか、その全てのものが、あ、こんなので行くやつって、まあその SM、例えば SM でね、SM で行けるやつっておかしいだろうと思ってたことが、あ、なるほどっていうふうに思えてくるので、なのでね、もう皆さんね、その絶頂に達するために、もう、なんかこう、いろいろあると思うんですよ。まあ例えばその、なんかそういう、まあ自分、まあ、なんでもね、そのゾーンっていう、ゾーンに入ることが大事なので、まあ、その私の理想はこういう人にこうされてこうされていきたいっていうのがあると思うんですよ。で、それを満たしても、でも結局気持ちよくない時とかってあるんですよね。
だから、まあ、そこにはもうこだわらずに、まあ、いろいろね、いろんな方法があるので、いろんな方法を試してほしいと。でも、やっぱりその科学的根拠がなければ、やっぱりそれを試すっていう勇気がね、すごいいると思うので、なので、まあ、とりあえずね、今回はその絶頂っていうのは、自分が死にそうだっていう脳の錯覚であるということを、皆さんにお伝えして終わろうと思います。はい。それでは、失礼します。